こんにちは。アマゾンエスサポーター、堀秀夫です。今日は FBA 納品する個数の決め方。まず1個出してみる。まあ、売れたら3個送ると。で、3個売れたら1ヶ月分、または10個、いずれか少ない方を送るというふうにね、動画を作って、まあ、それに対して質問があったんで、この納品個数についてね、もうちょっと解説する動画を作ります。まず会員さんからの質問。 こちらの商品ですが、先月25日に初めて売れて、その後追加分の3点が昨日納品されたのですが、本日立て続けに3点売れて、あっという間に FBA 在庫がなくなりましたと。追加分を仕入れようと思うのですが、いくつ仕入れるのが良いでしょうか先生のマニュアルから言うと、1ヶ月売り上げは4個。で、10個より4個が少ないので、4個の仕入れとなりますが、いかがでしょうかということでね。まあ、この会員さんは、 1>, 1ヶ月の売り上げというのを実績の売り上げだと捉えたんで、1個入れて3個入れたら、過去1ヶ月は4個入れてるから4個というふうに考えたんですけど、一応3個入れる意味はそういうことじゃなくてね、3個入れると、1日3個売れたってことは、1日3個 ×30 日、1ヶ月だと90個売れるんじゃないかという商品になります。 一日で在庫切れですから、もしかしたらね、10個入れたら10個売れて、もう月300個売れた、売れる商品かもしんないんですけど、少なくとも、これは3個入れた場合には、その3個がどれぐらいのスピードで売れたかによって、1ヶ月の個数を予約します。つまり今回は90個が1ヶ月の予測販売個数で、10個と90個、ね、比べると当然10個のが少ないんで、10個納品してくださいというふうな回答になりました。 でこの納品個数の意味合いですけど、まず1個で様子を見ると、ね、これはもう売れるか試す、ねえー。納品してみたら売れないってこともありますし、まあ、逆にアマゾンが売っちゃダメっていうこともありますし、まあ、無事、ね、1個売れるまでは、えーまあ、無事売れるかどうかわからないんで、まず1個で試すっていうのが、シ、えール金額とか、ねえー、心理的ストレスとかを考えるとベストです。で次に、ね、1個売れたら3個納品すると。 この3個っていうのは、3個送ればね、その1日で3個売れたら90個とかね、3日で3個売れたら30個とか、1週間で3個売れたら12個とか、まあ、そういう、まあ、1ヶ月で売れる予測数を予測するため、それから追加で入れてもね、えー、続々とライアバルが増えてこないかとか、そういうのを確認する意味もあって、まず3個、1個の次は3個送ります。 次に3個も売れたらね、3個とも売れたら今度は1ヶ月の販売個数または10個少ない方の数を納品しますこれなんでね、この少なめ少なめでいくかっていうことなんですけど結局アマゾンの場合は商品によってはね、ライバルが急に増えるということもあるとあと、売れてた商品がね、販売個数が上がってきたらアマゾンがチェックしてやっぱりあの売れませんというふうになることもあると だから、あまりこう、勢いよくたくさんの在庫を入れちゃうのはね、安い商品でも、まあ、送料がかかることを考えたら、たくさん入れて売れ残るって事態は避けたい。ねえー、日本アマゾンに入れるときみたく、えー、取り返してメルカリとかヤフオクで売るっていうのがね、実質海外に送っちゃうともうできないんで、まあ、確実に、確実にってうかね、えー、売れ残りは極力避けたいということで、この1、3、10というのでね、えー、納品してます。 で、10個無事売れた後はね、えー、これでもうほぼね、ね、えー、3日で3個売れたというよりも、10日で10個売れた方が当然ね、えー、予測精度は上がるんで、10個売れた数を見れば、おおよそ、ね、このままライバル状況とかが変わらなければ、1ヶ月で売れる個数っていうのはわかると。まあ、その後は、 利益率とか送料とかね、ライバルが増えるかどうかとか、規制がかかりやすそうな商品かどうかとか、えー、そういうのをさまざまなことを考えて、2週間分から半年分の在庫数をキープすると。ね、これは半年分っていうのはね、えー、すごい売れる時期だと、1ヶ月で半年分とか売れちゃうことがあるんでね、えー、まあそういうのもあって、半年分入れることもあります。まあ、そんな形で商品個数ね、えー、まず、 3個入れる、10個入れるってのはもう予測のために入れてる数なんで実績じゃなくて予測をもとに納品コストを決めるということとあとねその後じゃあこの2週間から半年でどれぐらいのどの時期にどのくらいの、ね、コストを入れるのかっていうのはこれそんなにね、えー、ボコボコ、えー、補充する商品がね100種類ありますとかいうケースあんまないと思うんでもう個別に相談してくださいあのはっきり言って商品とか時期とかライバルの状況とかによって、えー、これは ね、一般論だと90日で売れる切れる数で、まあ、目安としては1ヶ月分の在庫を入れるんですけど、まあ、中には2週間分の在庫しか入れない方がいいものもあればいや逆に絶対在庫切れさせない方がいいんでね、えー、半年分入れた方がいいということもあります、まあ、これについてはまた、あのー、そういう商品が出てきた時に個別にご相談ください何しろ今回は、ね、1日で3個売れた商品が見つかったと 初めて間もなくて納品個数もこれあんま何回もしてないんでまずはそちらがめでたいということとねえちょっとえその予測という部分ね3個入れない予測のためという部分がえ説明がさらっとして弱かったみたいなんでさらに確認の意味で今回納品個数ねえ3個とか10個入れるのはえリスクを少なく1ヶ月で売れる個数を予測するためだということでねえあくまで納品個数は 実績じゃなくて予測を元に決めてますもちろん、この動画を作ったからといって、この質問をもしちゃいけないということは全然ありませんのでね、確認のためとか、これこれ売れたんでこれでいいですか、この商品ですというのはね、またお気軽にご相談ください。以上、アマゾンサポーター、堀秀夫でした。